疲労を次の日に残さないためにも、運動後のストレッチも大切です。靴を脱いでゆったりと行ってみます。まずは体を前に倒し、腰や背中、ももの裏側を伸ばしてみましょう。膝をしっかりと伸ばすことで、膝の裏、ふくらはぎのあたりも伸びてきます。気持ちよく腰を下ろし、体をねじってみましょう。片膝を立て、背筋を伸ばします。立てた方の膝の方向に体をねじっていきます。今度は反対です。立てた膝の方向に向かって体をねじります。背筋を伸ばして行うのがポイントです。ゆったりと呼吸をしながら行い、心拍数も回復させてやりましょう。足の裏と裏を合わせて座り、体を前に倒していきます。ももの内側や股関節に伸びを感じてください。最後に膝下を気持ちよくほぐしておしまいです。両手を組んで、その手で挟み込むようにふくらはぎや足首をマッサージ、そして親指で足の裏を気持ちよくほぐして、ウォーキングの疲れを取り除きましょう。ウォーキングとストレッチを組み合わせて、より効果的な運動を行っていきましょう。